2022年度第2回英検1級の語彙問題の解説、何にこんな使い方あんのっていうのがありました。3回出題されてますから、で正解も3回ですから 100% の確率で今まで正解になってますので、はい、こいつは初登場ですね。やっぱ初めて正解になってるものが結構多いですね、後半から。これがねトイックにねこの間出てたんですよ。Hello there. さあ、2022年度第2回英検1級の語彙問題の解説していきたいと思います。はい、今回のはね、難しいのと簡単なのが混在してるって感じですね。もう自分は知ってるのが多かったけど、こんなの何？こんな使い方あんの？っていうのがありました。では、見ていきます。最初が divulge。まあなんか暴露するみたいなね、まあ、最近は暴露系 YouTuber とか言いますけど、 Divulge the reason だったね、理由を公表しなかったとか しようとしなかったみたいな、そんな文でしたね。で過去にはもう7回出題されてて、まあ、今回含めてですね、で正解としては4回目になりますので、はい、だから結構出てるんですよ。やっぱりね過去に出たものを知っとくの大事なんですよ。そうで、この出題情報とかっていうのはですね、出たたんに載っていますので、はい、英検1級出たたんの提供で今回もお送りいたしますので、こういった出題情報が見れる最強の英単語アプリ出たたんですね、ぜひ概要欄に貼ってありますのでダウンロードしてみてください。はい、そして2問目 Precarious、はい、これもね何回も見てるな、まあ、不安定なとか危険なとかってやつですね。なんか首相のポジションがだん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 やばくなってきてるよみたいな感じで出てましたよね。これは6回出てるね今までに、で正解になったのは2回ですね。続いて3問目が Salient、はい、これもね難しい単語であると思うんですよ。目立ったっていうやつなんですけど、まあ、自分自身はこれね認知言語学で使う用語なので、目立ったものみたいな文脈で出てくるので、まあ、よく知ってるんですけど、まあ、難しい単語だよね。4回過去に出てて、で2回正解になってますね。続いてはProtrude ね、はい、突き出るってやつね、今回壁から突き出るっていうので出たもん、まあプロが前なんでいけたかなと思いますね。あの Trude ほら Intrude とかあるんで、こう突っ込むみたいな意味なんでできる人が多かったんじゃないかなとちょっと思ってます。はい、3回今まで出てて、初めての正解ですね。まああとは消去法でもいけるかなっていう感じかな。続いて5問目が Delude、 はあ、Delude はできるんじゃないかな。3回目の出題で正解は2回っていうことです。ほら Delusion とかあるからさ、だからいけるんじゃないかなと思いましたね。で形としては delude oneself into thinking ですね、こうだと思っちゃうみたいなね、思い込んじゃうみたいなので出てましたね。で次が camaraderie か、はい、難しい単語です。 camaraderie はフランス語です。はい、友情とかいうので英語になってるやつは comrade ですね、仲間、あれと同じ語源ですね。なんでそこから推測できたらいいかなと思いますね。で英検1級をずっと受けてる人であれば3回出題されてますから、で正解も3回ですから 100% の確率で今まで正解になってますので、過去の問題とか出たたんねちゃんとやってる人はできたかなと思います。で次が complicity ですね、まあこれは難単語ではあるけども、共謀とか共犯ってやつですね。3回の出題されて正解2回ですね今まで。で次が erratic、あの一定しないですよね、風変わりなとかっていう意味もあると思うんですけど、なんだっけ、どっかのチームが勝ったり負けたりで不安定だみたいなね、そういう形で出てましたね今回ね。でこれは5回出てるんですね、すごい、5回出題されてて初めて正解になってますね。はい、続いて9問目がアクエラですね。アクエラはまあ新聞読んでれば出てくる表現なんで、まあ普段からねニュースとか新聞とかにね触れてる人だったら簡単かなと思いますね。無罪判決のことです。はい、しょっちゅう出てくるんで、やっぱ裁判系だったりとかさ、犯罪とかさ、そういうのってニュースになりやすいじゃないですか。過去3回出て初めて正解になってますね。続いてが10問目がアンタゴニスティックですね。はい、過去3回出てて初めての正解、アンタゴニスティックトワードっていう形だよね、なんとかに対してこう敵意を持っているみたいな文で出ていましたね。アパセリックとややこしい、無関心の戦おうとしてるみたいな書いてあったから、アンタゴニスティックの方だと思いますけどね。次パスパイアですね、汗かくってやつね。このスパイアっていうのがこうなんかこう出るやつですね。エクスパイアっつったらほらこう出てって切れちゃうみたいなね。インスパイアはこう逆に入ってくるんだよね。でこの単語は英検1級で初めてですね。でも準1級で過去にもう3回出てるんですよね。まあ知っててもいいですよ。汗、発汗がパスピレーションですね。続いてベイル
ですね。はい、こいつは初登場ですね。今まで一回も出たことないやつなんですけど、これもやっぱニュースとか新聞、普段から触れてれば超簡単ですね。保釈金ってやつです。こんなんもうしょっちゅう出てくるんで、もうテレビ見ててもよく出てきます。ニュースね。はい、なんでまあ動詞ね、あの熟語だったらベイルアウトっていうのでね、はい、出たたには収録されていました。で、次、アフリクト。まあこれも知らなきゃダメなんじゃないかなっていう感じかな。苦しめる。今回苦しめられたっていう受け身の形で出てましたけど、そうですね、フリクトっていうのはこのね、うっつけですよね。インフリクトとかね、カンフリクトとか、いろいろありますね。そんな難しくないです。で、2回目の出題で正解2回。あ、100% ですね、今のところ。続いて、でがディノート、まあこれは余裕ではないとダメですね。示すってやつですけど、まあライティングとかにも使えるからね。IELTSのライティングとかでも使えますよね。過去にもう6回出てますからね。で正解2回になってます。次、erroneousですね。これはエラーから来てるからすごく簡単ですね。はい、誤った、間違ったっていう意味です。エラーとすごいスペル似てるので覚えやすいですね。はい、4回目の出題で初めて正解になってますね。おー。で、続いてが demolition ですね。まあ、これもできなきゃダメって感じかな。トイックでも出てくる単語ですね、これ。壊すことですね。取り壊し、ビルとかのね。まあ、フランス語で同じなんで、demolition って言うんで。で、3回出てて、初めて正解になってますね。やっぱ初めて正解になってるものが結構多いですね。後半からだいぶ増えてきてるっていう感じね。なんで、やっぱりちゃんと出てきたね、選択肢も覚えていかなきゃいけないですよね。そう、今まで正解になってたらね、単語帳とか載ってる可能性ありますけどね、初めてなるやつってね、載ってなかったりしますからね。で、続いては、wilt。はい、これがね、トイックにね、この間出てたんですよ。あ、こんな難しい単語出んだなって思ったら、まさかの英検1級で正解ですね。はい、この1週間で2回出会いましたね。花がこうしおれるとかってやつです。で、トイック出てたのも同じです。花がしおれるっていうやつでした。で、3回目の出題で初めて正解になってますね。で、次が levity。こいつはね、知らんかった。いや、こんな意味があるんだっていう感じ。なんか場違いな陽気さって書いてあるんだよね。まあ、文脈から確かになんか陽気なこと、おちゃらけたことが入ってるっていうのはわかるんだけどさ、こんな意味がレビティにあるなんていうのは全く知らなかったですね。で、3回ただレビティ自体は出てて初めて正解になったということです。知りませんでした、これは。次がクリプティックですね。まあ、これは隠れたとかってですね、ほら、クリプトカレンシーっていうじゃないですか。暗号通貨ね。そう、暗号っていうので分かる人もいるかなと思いますね。これも4回出てて、で、初めて正解になってますね。次はファスティリアス。ああ、これもね、まあ難しい単語だよね。こう、細心の注意を払うみたいな、ファスティリアスアテンションっていう形で出てましたね。5回出題されて、初めて正解になってますね。初めて多いね。で、次がスクワームですね。こう、もがくみたいな、そう、イカとスクエットでね、スクエットとウォームの混声語なんじゃないかとかって言われてるんですけど、なるほどね。イカもウォームもあのミミズみたいなやつもここだよね、だからもがく、なるほどねって思った。3回出題されてて正解2回。おお、2回目なんだね。で、ここからが熟語イディオムですね。非常に厄介なやつですが、エッグオンですね。これまあ過去に出たことあるので、はい、まあ、知ってましたね。そそのかすとか、けしかける。で、3回出題されてて正解2回になってると。で、次がドラウンアウト、かき消す。なんか騒音をかき消すみたいな、なんかそういう文脈で出てましたけど、3回目の出題で正解2回目と。で、次がキャストオフ、捨てるとか取り除くっていうやつですね。なんか古いイメージ、会社の古いイメージを取り除くみたいな感じで、捨てるんだみたいな感じで出てましたね。次がレベルアット。これは難しいでしょうね。初登場ですね。だからレベル A アット B なんですよ、これ。で、それが受け身の形で過去分詞でかかってるから、ね、より分かりづらいよね。元の形直すと level the accusations at the politicians ってことで、そのポリティシャンズたちにこう、まあ、まさに非難を浴びせるっていう形なんで、このレベル A at B っていうのを B に非難とかこうね、A のこの非難を浴びせるとかっていう時に使うので、まあ、まさにアキューゼーションって非難じゃないですか。っていう形で出てました。これ分かんない。辞書にはどういう風に出てるのかね。イディオムのところで1個しか出てこなかったんですけど、まあ多分例文検索とかだと出てくるのかなとも思いますが、はい。なかなかね、いや、こんなあんだなっていう感じで苦戦しました。今回は。だから簡単なやつはもうスババババッと出るって感じですね。やっぱり過去問で出会ってないときついよね。そう、だから過去問で出会って、その選択肢を覚えておくっていうのが大事ですね。なんでぜひ出たたん使ってですね、知識蓄えておきましょう。これ大事です。はい、それでは実際出たたんやってみましょう。名詞やってみましょうか、今回は。10問ぐらい。よっ。Fiasco。Fiasco。大失敗ですね。Vent。Vent は通気口ですね。Ventilation とかいうね。
clout。 clout は何個か、こう、これか。animosity。 animosity、敵ですね。hindsight 2020、後知恵だとかっていう、ね。asylum。 asylum は亡命。deterrent。 deterrent は抑止力。これは deter とかね、大事ですよ。何？大学受験の難関大でも。misgiving。 misgiving、懸念。まあ、miss っていうのがついてるから分かりやすい。propensity。 propensity は傾向ですね。はい。respite。 respite はこれ、中止ですね。で、こういう風に出て、でさらにはですね、このマル秘ボタンを押すとですね、過去にどんだけ出題されてるっていうのもね、見ることができますので、これ順一でも出てるよとかね、見ることができますので、ぜひ、ね、これ活用してください。さらにこのね、辞書使うことができるんですよ。辞書に飛ぶことができるんで、例えばアニマシティだったら、これオンラインのね、辞書がいろいろあったりして、それを選ぶこともできますし、まあ自分はね、物書き堂の辞書が入ってますんで、これで飛ぶと。で、そうするとほら、ジーニア聖和大辞典があるんで、アニマス元気のいいとかですね、猛烈なとかっていうのから、そういう語源をね、見ることができるわけですよ。語源で面白いのはレスパイトとか。はい、だからこのね、レスパイトなんていうのはね、振り返る、リ、ね、真っ赤から来て考える、手を止めて考える、小休止とか。リスペクトとか、リスペクト後ろを見るじゃないですか、っていう語源を見たりとか、こういうふうに調べたりすることができます。で、またね、アップデートされますから、データタンっていうのはね、出たものはどん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 アップデートされていくっていう仕組みになってますから、今日のね、英検で出題されたものは加わりますので、はい、ということでした。ぜひですね、データタン概要欄に貼ってありますので、ダウンロードしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。